皆さんチェース無名です。今日はね、普通にトロフィー動画を撮るんですけども、ちょっとさっきね、カラオケ行ってきてカラオケキャストとかやってたんですけども、ちょっと途中でね、なんか風邪っぽいなっていうのが感じてきて、さっきね帰ってきてね、熱測ったんですけど、ちょっと38度2分あったんですけども、ちょっと声とか聞きづらいかもしれないんですけどもね、まあちょっと少しでもテンション上げてやっていくんでね、まあよろしくお願いします。ちょっとね、喉が痛い&鼻詰まりもひどいからね、声がやばい。よし、やっていきましょう。カナピーさんって俺知ってる人だな、多分。わかんないけど。やっていきましょう。いきましょう。2倍だからね、勝ちたいですね。ゴー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 。いや。どうだろう。もう一発打ってくんねえかな。来ないか。さすがにだな。では、とりあえずカニを置いときましょう。ユキンコ。ユキンコね、跳ね返しがいいね。取りたいぞ、取りたいね。よいしょ、はい、取れる、いいよ。剣士が来たね、よいしょ、おら、いいね。ゴブリンバイクを行きます。ゴーゴーゴー。大型が切ってこないな、全然。どうしようかな、めんどくさいな。はい、ブルドラが流されてるね。どうだろう。このままちょっと援護しに行きましょうか。ゴー。一発じゃ死なないです。OK。いいね、ブルドラ。いいよ。いや、でもまあ、タイマーは負けちゃうかな。うわ。引き込みたいな。来ないかな。で、カニも前にこれ。よし、めっちゃ来るじゃん。オッケー、これはどうだろう。ゴーゴーゴー、行きたいね。ちょっとね、犬とか出してあげて。前に来ないかな。いいね、噛みつき。最高、その噛みつきは。ゴー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 。これいけるね。結構押してます。魔導がいいのがちょっときついかな。取れ。取ってよ。取れる、いいよ。オッケー。あとはこれワンバン入れに行きましょう。オッケー、入る、いいよ。いいね。ちょっと喉が痛いからね、そこまで大きな声出せないんですけども、少しでもねテンション上げていきたいですね。これ落城行ったんじゃない？オッケー、これ落城いけるかな？いけるよね、多分。いけいけいけ。はい、ありがとうございます。2倍だからね、調子いいですね。ドラナスじゃないな、ブルナスかな。2倍、いいですね。はい、2戦目ですね。2戦目も結構迎撃ばっかの札になりましたね。でも迎撃という迎撃じゃないんだよな、この2つ。はいはいはい。おー、フェアリー持ちか。行きましょう。まあ、フェアリー。リンプンかかってんのね。飛ぶけど。殴らせておきましょう、少しは。行こう。よいしょ。ゴー。やばい気がするけど、大丈夫だ。オッケー。うわー、やばい。なんでそこ取られる。なんか全然後ろ見てなかったわ。まあいいや、こっから行きましょうか。よっしゃ、いいよ。ブルドラいいね。そこにね、レドラ切られたけど、ちょっとな、怖いな。どうしようかな。うわ、マジか。まあいっか、ここでちょっといろいろ試していきたいですね。灼熱、よし。バル？あ、いいよ。あれ流しましょう。流した方が好都合だね。よし。いや、もう完全無視でもいいな、最悪。ゴーゴーゴー。完全無視はちょっと危ないかな。今、大型2体出てきたから、もう完全無視でもいいような気がするんですけど。どうかな？ゴーゴーゴー。はい。女神出しておきましょう。うわー、き
ついな、きつくはないんだけど、そういうキャラ使ってくる。ほら、いいね、いいね、オッケー。どうだろう、あとは散りばめて。ブルドラ止まんないんじゃない。いやー、ワンパン入る、いいよ、いいね。やめてくれよ。ちょっとね、あのキラビア後ろに行かせたくないな。このまま落城しちゃうような気がするんだけど、まあいっか、今度落城させましょう。イエーイ、ありがとうございます、やったね、2連勝はい、3戦目ですね。対空回り、なんかすごい素人当たった。よし、やりましょう。なんかね、まあいいかなはい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 、行きましょう。レベル8、まあ多分剣士負けとかしないと思うから、あえて剣士で戦おうかなと思います。はい、ゴー。取らせてくれるパターンでもないか。やばい、なんか重い。取れ、危ねえ。なんかすげえ、なんか変な動きしたな、剣士が。まあ、とりあえずフクロウで様子見まーす。うん、ユキンコね。いいね、あそこまでユキンコが来たからね。こんな感じで、うん、こいつはね、ゾネス1体使っちゃおうか。行こうか。いいよ。なんで俺この名前なんだろう行こう行こう行こう、どん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 。フクロウ落としに来るんだ、それありがてで、ここでね、フクロウとかで結構ゴリゴリ行きましょう。女神、あ、いいね、帳張りが最高だわ。いいね、ヒュドラ。なんか女神あそこにいられると逆に困るな。ゴー、後ろに置いとくか。ゴー、よしよ。で、女神が来たけど、どうしようかな女神はもう無視かな。こっち下でもうゾネスとか流しちゃおうかナイス、第一切り最高だね。ワンパン入ってるね、オッケー。でね、女神をどうしようかなってとこなんだけど、女神はちょっと無視だね。よいしょ、できないかな、どうだろう。まあここで食い止めるか、もうキャラがないし。 OK、 えいえい、あ、これはまあ勝ったかな。よし、うわー、なんか結構減りが早いな。やばい、これどうだろう、耐えられるよね多分。いやだ、線が欲しい。あ、おお、間違えた、間違えた、煽りじゃないよ、煽りじゃないよ、欲しい、剣士の間違えた。ゴーゴーゴー、怖い怖いよ。オッケー、3連勝、調子良かったですねうん、なかなかね。あー、でも6戦って長いな結構。はい、ということでね、今回はブルドラとナスのね、トロフィーでしたね。まあ本当にこの固定で結構強くてね、ブルドラもね、結構なんか、ブルドラにね、結構なんだろう、強いっていうかね、まあ一方的に殴れるのがバルーンなんですけども、そのバルーンの対策の女神を引いてくると、結構ね、なんか火力的にもね、そのなんだ、押し具合にも結構強いと思うしね、みんなもね、育てるといいと思います。結構ナスが最近強いからね、結構下方が来るかもしれないけども、まあでもね、火砲が来てもスキル封印すれば全然ね使えるキャラなので、うん、ちょっとね、こういう声で申し訳ない、結構風邪気味です、申し訳ないです。ありがとうございました、じゃあね。